はい、ともです。今回はおせちの定番の伊達巻きを作ります。材料はこちらです。では早速作っていきます。最初に大フライパンを温めます。8でスタートです。でその間に、材料を入れていきます。フードプロセッサーにメタルブレッドを入れまして、ここに卵4つ割っていきます。伊達巻き、とっても美味しいし、大好きな子が多いと思いますけど、お店で買うとちょっと甘めなので、お家で作られるといいかなと思います。4つ入れます。そしたら次は半片、白半片をこのまま入れると回りにくいので、適当に大きさでちぎってください。ぴょん、こんな感じです。ここにオーガニックシュガーを大さじ1、大さじ1です。でお酒大さじ1、みりん大さじ1です。お酒大さじ1、みりん大さじ1、材料ほぼ全部入れます。お、あふれた。甘めが好きな人はあふれても大丈夫、甘いのがちょっと苦手な人はきっちり測ってください。で、お塩は好みなので、塩少々っていう感じなので、一つまみ程度に入れていきたいと思います。で、あとはフードプロセッサーで混ぜていきます。最初だけカブスで上手にバランスよくやってもらって、オンです。ちょっと透明が白っぽくなるまで回していきます。だいたいこれぐらい白っぽくなるくらいで、時間にしては30秒ぐらい回してもらったら大丈夫です。そしたら切ります。こんな感じになります。では、温めていた大フライパンにバランスオイルを入れていきますけども、少しで、これを全体になじませるときにはキッチンペーパーすごいちっちゃめに切って混ぜると、とっても綺麗に全体的に混ざります。これ大きいと意外とキッチンペーパーが吸っちゃって油がなくなっちゃうんですけど、これぐらいちっちゃいと全体に綺麗になじむので、ぜひお使いください。試してみてください。はい、そしたらここに流していきます。先ほどのやつを流していきます。で、この残ったのが気になる方はもう一回フードプロセッサーで、合ってない、そうだね、で回してもらうと刃についていたやつが取れますので、綺麗に取れますので、やってみてください。で、もう一回、ここからは綺麗に取りたいときはヘラを使うといいと思います。では蓋をして8で2分、2分にします。1、2分で、これが終わったら2にして10分で出来上がりです。はい、では2分
経ちましたので、今度は2にして、あ、2にして10分です。でスタートします。はい、焼きましたので開けてきます。ふわふわ。ではこれを、焼き目を裏にする、裏表になる地域と、焼き目を中にする地域とありますけど、もうそれは地域によって焼き目を決めてもらったらいいと思います。今日は私はこのまま倒します。せーの、こんな感じです。でここから巻いていきますけれども、端っこを厚切ります。でこの端は厚いよ、この端はこのように置きまして、今度こっちの端も切ります。これは半分で切っていきますが、この半分はひっくり返してこのように置いていきます。こんな感じですね。これを芯にしまして巻いていきます。今回この伊達巻きはただのすだれより、すだれ巻きすより鬼巻きすの方が絶対綺麗に巻けますので、もし買うことができたら鬼巻きす探してみてください。そしたらこのように巻いていきます。熱い。でこれを巻いたら、よし、このようにして輪ゴムをしていきます。で両方ともに輪ゴムをしっかり、できれば真ん中もやるといいと思いますので、これを真ん中にしてもらって、二重にしてこういう感じ でひっくり返してこういう感じで立てたまま冷やしてください。でもし立てるのが怖かったら、こういうキャップ、あのカップとかの中に入れてこうやって立ててあげると汁気も下に落ちて安心だと思います。はい、30分ぐらい経ちましたので開けてきます。半日ぐらいつけて、立てておくといいと思います。おお、いい感じ。では切ります。端っこは落として、お、綺麗。こんな感じになります。こんな感じになりました。はい、完成です。